日常のコミュニケーションの中で感染防止策の徹底をぜひ呼びかけていただきたいと飲食店に対して何か融資を制限をするといったような趣旨ではありません西村大臣は8日酒類の提供ルールを守らない飲食店の情報を金融機関と共有し働きかけを求める考えを示しました。これについて9日 金融機関は飲食店など多くの事業者と接点がある中で、感染防止を働きかけてもらいたいとして、法律に基づく要請ではないと述べました。休業要請に応じた飲食店との不公平感の解消が目的であり、融資を制限するということではないと釈明しました。